日本の税金についてなんですけど、日本が経済成長する上で大きな問題としてあるのが国民負担率の高さですと。今日本の税金に対する国民負担率は 48% で、高すぎるんではないかってことです。特に消費税についてなんですけど、経済成長するために必要な税率を教えてもらっていいですか。私自身ですね、日本の現状といいますのは、所得がほとんど増えない状況で、国民負担率が、まあ、47、8% と、こういう状況ですので、これは課題ではないかという理解をしています。ですから、そういう意味ではですね、負担を下げていく必要があると思うんですけれども、金融政策という意味で申し上げればですね、やはりそのためには、デフレから完全にしっかり脱却をして、賃金が増える、所得が増えると、こういう状況をまず作っていくということが重要なんじゃないかというふうに思います。で、その上に立ってですね、消費税を含む、税率の負担というものを考えていく必要があるのかなというふうに理解しています。税率負担率が高すぎるので、日本が経済成長できない、だから完全にデフレから脱却するまで税率下げた方がいいよねって結論でいいですか。金融緩和とか国として過去対策してると思うんですけど、消費税増税が足を引っ張ってると思うんですけどね、金融緩和を現在進行形で実施してると思うんですけど、どのくらいの期間続けるべきだと思うか教えてもらっていいですか。金融緩和現状のものをどれぐらい続けるべきなのかということなんですが、一つのメルクマールとしてですね、やはり 2% の物価安定目標を日銀が達成できたというふうにまず判断することっていうのが大事だと思います。現状は来年再来年度以降ですね、その物価が徐々に下がっていくという中で 2% の目標が達成できないというふうに日銀としては判断されておられると思うんですけれども、そういう状況であれば現状の金融政策を転換するというのは難しい。そして持続的という話がですね、日銀の中では目標としては掲げられているんですけれども、これはどういうことを意味するかというと、賃金が安定的に上がっていく状況を作り出すということなんだと思うんですね。ですから現行のようにですね、そのコストプッシュ的な要素を幾分含んだ物価上昇ではなく、所得が増える形の中でディマンドプルですね、需要が増える形で物価が上がっていくと、こういう状況がしっかり観察できて、でそれが多少のことで崩れないと、そういう状況になるっていうのが、これが必要条件なんだというふうに思います。以上です。岸田総理が雇用の流動性が大事ってことを言ってたと思うんですけど、そうなってくると解雇をどうするかってことが出てくると思うんですね。大企業とそれ以外の企業で違ってくるし、今後の解雇規制ってどうやっていくのか聞かせてもらっていいですか。雇用の流動性ってのは、労働者が会社に入った後自由に会社に移れるようにするってことだと思うだ。例えば日本とアメリカの労働者の意識調査を調べてみると、アメリカの労働者の方が幸福度が高いという結果が出てるわけなんだ。これはつまり今の職場に満足度が高い人が多いってことになるわけなんだけども、これは何でかっていうと、アメリカの労働者の場合は今の職場に不満があれば自由に移れる、そういう国だからなんだ。一方日本の会社で移ると年功賃金であったり退職金制度であったり損をしてしまう、そういう形で今の会社に閉じ込められてしまう状況があるわけだ。そういう意味では年功賃金とか退職金ってのは一見すると労働者にとってメリットあるかに見えるけれども、企業から見ると企業内訓練をした労働者を企業の中に閉じ込めるという仕組みでもあるわけなんだ。それがいくら閉じ込められてもバブル時代のように企業の組織がどんどん発展していけば労働者にとってのメリットもあるけども、ほとんど企業が成長もしない低成長の時代に企業の中に閉じ込められてしまうわけなんだ。そして長時間労働してもそれが昇進に結びつけばいいけども、会社がぐんと成長する時代は終わって結局出世もできないのに働かされているのが日本の現状なわけ。こういう時代は労働者が自由に動けるようにする必要があるんだ。そのためには企業から見て辞めてほしい人ってのは一定数いるわけなんだけれども、そういう人は希望退職にも応じてくれない。そういう時に社員の雇用を守りつつ会社に合わない人ミスマッチをなくす。ヨーロッパでは解雇の金銭保証ってルールを国が定めているわけ。これは一種の解雇手当に当たると思うんだ。勤続年数に応じた解雇手当を作ることによって労働者も企業も満足する形で変えていくってことがなぜ日本では受け入れられないのか。大企業と中小企業との差なんだけれども、差が生まれるのはいいとは思うんだ。それを認めてしまったら
統制経済になってしまう。日本ってのは労働三法など法律と労働組合によって労働者が保護されてると思うんですけど、今後雇用の流動性が進んだ場合にこれらがどうあるべきなのか教えてもらっていいですか。問題があるとすると、日本の労働組合ってのは欧米の職種別と違って企業別の組合なんだよね。これはもちろんいい面も悪い面もあるわけなんだけれども、いい面ってのは会社との利益の協調ってことで、欧米のようにストライキをしないで企業が成長した分は労働者に分配するウィンウィンの関係が築けやすいわけ。悪い面ってのはインサイダーアウトサイダーの議論ってことで、会社の中で正社員として守られる労働者と守られない非正社員との格差ってのが拡大してしまう点なんだ。なんでこの中の折り合いをどうつけるかってことで、法律をいじるってことよりも企業内の最低賃金、つまりは政府が決めた最低賃金を上回るものを個々の企業内で組合が交渉して定める。正社員の場合は影響ないけど、非正社員の人も利益の下がっている企業の場合は労働組合の力で最低賃金を引き上げていける、そういう仕組みを流していくことが大事だと僕は思うよ。面白かったらチャンネル登録すべきだ。